タルバガタイ地区は中国新疆をウイグル自治区イリカザフ自治州に位置する地区。カザフ族など少数民族の人口は38.5万人。タルバガタイはモンゴール語でタルバガンがいるところという意味。中国語では東上地区と呼ばれている。新疆西北部イリカザフ自治州の中部にあり、西北はカザフスタン共和国と 546km に、 渡り接する。中央部には、石油重鎮である、自治区直轄のカマ間石の毒山国石油科学基地と、自治州直轄研究市イトン市を有する。地区行政公所所在地である、著着市街は、自治区の主府ウルムチ市より6 3 7トル自治州人民政府所在地、グルジャ市より8 3 2トル離れる。主に穀物、綿花、 天才などの農産品を生産。2003年の農牧民平均収入は4007元。3研究、4、3県、1次県を管轄する。区内に、新京生産建設平団農7、8、9、10市の所属する36の農根団場を有する。タルバガ大船区新京省イリカザ富士地州。タルバガ大船区新京ウイグル自治区イリカザ富士地州。 タルバガ地区石川湖地区、ありがとうございます。